こんんにちは、ストーンさん今回はですね「週刊中年ジャンプ」のストーンさん編集長にいろいろとね1億円の壁とか金融所得課税について語っていただいたんですけども最後の妄想というね建前のトークが一番面白かったなと私思いますよねやっぱりねこのお金の勉強をしているもしくはしていこうと思う方でなければこうは思わないんですよね 特に私が思ったのが、文書交通滞在費。あれを日割りにしたところでどうなるんだって話ですけど、まさにどうなるんだですよね。それから、金融所得課税。ね。あの、投資をしている人から税金を20%をね、取り上げて、さらにそれをね、仮に30%にしたところでどうなるんだってことなんですよ。まさに、 いろんなをを逃れて合法的にに残ったお金でさらに投資をやるとしかも投資ってのは難しくてほとんどの人が勝てないわけですよそこで勝ち残った人にまでね重税を課していくとそれこそお金のない人からの不公平感ってのは和らぐでしょうけどもそれは怒りの矛先をずらしただけであってじゃあこの国からね金持ちがでできるチャンスを減らすすわけですよ私たち庶民、まあ、私から考えると 普通の人が金持ちになるその突破口ってのはなんとかお金を貯めて投資の元線を作ってさらに投資で勝つこれしかないと思うんですよしかも1億円を超えるとね本当に資産残りやすいんですよだから1億円を作るところまではなんとかねしこぎり頑張って働いて貯金をしてビジネスを展開してで1億円を超えたら楽になるっていうようなルートが私たちにも見してもらってるわけじゃないですかじゃあそれを目指してそうなることをすれば 国民全体的にワンランクツーラップ上がるわけですよしかも結果的にお金は残せなかったとしてもねでもお金の勉強はそこまでやるわけですから普段のビジネスや勤務活動に生きることを好めないわけですよでも多くの人はお金について学ぶことをしないし 真面目にお金のことを1円とか10円とか100円をどうやって生み出せばいいのか、どうやったら1000円の商品を目の前にという人に買っていただけるだろうか、1万円の商品を買っていただけるだろうか、自分はいくらまでの商品だったらせつあの責任を持って人に販売できるかってことを考えずに、金持ちからどうやったら税金で奪えるだろうか、金持ちが金持ちでなくなる方法は何かないだろうか、金持ちからもっともっと分取れないだろうかって思うわけですよ。金にね、金持ちからお金を取ったところで、 私たちの懐には入りませんからねそれを身内でで足を引っっ張り合う状態ってことなんですよそうじゃないとそうじゃなくてまて、あ、私のことばっかり話しちゃいますけどねそうじゃなくてお金がない人にどうやったらお金がある中間層に這い上がれる方法があるんだろうかってことを一緒に考える一緒に提案するそしてたまたま中間層になったそれ以上のお金を残せた 例えば私みたいな人間がこうやったら金が稼げるんだよってことをどうやったら受け取っていただけるんだってことなんですよ。うん。あの元々私も全然お金がなくって40代になった時に借金が3000万あって広島市中区本通りにある店は毎月赤字だったわけですよ。これリアルにそうなんですよ。そこで働いていた人やお客さん関係者の方いくらでも聞いてもらったらいいんですけども私はドアカのド貧乏だったわけですよ。でもそこからね情報発信今みたいな YouTube を活用することによって すぐに1億円以上のお金を掴むことができて、今ではこうやってね、10年も経ってないのに借金も返して、一戸建ての家を一発で買って、ね、自由に暮らしてるわけですよ。今子育てばっかりしてますからね。それこそ外出は全くしなくていいし、金を稼ぐために何かをしなくていいって状態なんですよ。10年もかからずにこうなるわけですよ。で、まさに1億円の壁を越えた状態はこれなんですよ。で、しかもそれは、まあ私にできるからみんなできるでしょっていう理屈にはならないと思いますけども、でも、 みんなはできなくても一人でも二人でもそうなる可能性をはらんでるわけですよねじゃあ人を批判して行動しない自分を正当化するんじゃなくて何かをやってみたらどうかなと思うわけなんですよ、はい、じゃあストーンさんのね動画に戻りますけども今回の動画むちゃくちゃ良かったですよう私はこういうね言葉の方が多くの人にストーンさんの気持ちを残せると思うだからこういうのはね いろんなニュースを見て個人的にはこう思うなとか私の視点ではこうなんだけどなっていう風に持論を展開する場にしてもいいんじゃないかなとさすが週刊中年ジャンプの編集長だと通りっぺんの株式講座の他にこんなこともやるんだなと思わせるちょっとね他の発信者とは違うスパイスを聞かせるとファンができやすいと思いますであとはねノルマの方は確かになんかどっかで 言ってたような気がしますね、うん、ただちょっとねインパクトがないんで忘れぶったというのが正直なことです例えば例えばですよ年内で絶対に1000人をチャンネル登録突破しますそのための方法としては動画をこういう風に量産していきますみたいなこととかね、うん、ヤフーのトップページからトップ3つのニュースを必ず毎日作っていきますとかね、うん、政治的なニュースをやりますとか、うん 金融業界のスピード情報をやっていきますとか、そういうふうな手段にまで落とし込むと、方法なるほどな、それはいけそうだな、もしくは、それはちょっと的外れかな、みたいなこともわかるかなっていうところですけどね。はい。ちょっと長い動画になっちゃってすいません。えー、動画の方をよく送っていただきました。お忙しい中、本当お疲れ様でございます。でも本当今回の動画良かったなと思いますね。ちょっとね、グッドマークを押しておきますからね。いってらっしゃい。